ルーク・エドワード・ライトルーク、エドワード・ライトは、アメリカ合衆国の政治家。1904年から1906年まで、アメリカ領フィリピン総督。1908年から1909年まで、アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1846年8月29日、ライトは、テネシー州、ジャイルズ軍において誕生した。1850年、ライトは、 家族と共にメンフィスに転居した。ライトは公立学校で学び、15歳の時にアメリカ連合国陸軍に入隊した。ライトはテネシー州第154上級連隊で G 中隊に所属し、南北戦争を戦った。1863年、ライトはストーンズリバーの戦いでの射撃について勇敢さを表彰され、勝位に昇進した。 南北戦争後の1867年、ライトはミシシッピ大学に入学したが、1868年に退学した。ライトは父親の事務所で法律を学び、弁護士として認可を受けた。ライトはメンフィス市内で弁護士業を開業した。ライトは1870年からテネシー州検事総長を8年間務めた。1878年、 黄熱病が流行すると、ライトは、救済委員会の設立を支援した。20世紀初頭に、フィリピン総督を務めた3人。左からルーク・エドワード・ライト、ウィリアム・ハワード・タフト、ヘンリー・クレイ・アイド。1900年、ライトは、アメリカ領フィリピンにおいて、タフト委員会の委員となり、1901年に、フィリピン副総督に任せられた。ライトは1904年に、 フィリピン総督となり、1906年まで務めた。ライトは続いて1906年から1907年まで、中日アメリカ合衆国大使を務めた。ライトは1908年7月1日から1909年3月1日まで、セオドアル・ウズベルト大統領の下で、陸軍長官を務めた。ライトは、士官として、 ふさわしくない人物を奮い落とす人事を干渉し、また、航空技術の積極的利用を推奨した。ライトは、就任から1年弱で、陸軍長官を辞任し、公職を離れた。1922年11月12日、ライトは、テネシー州メンフィスにおいて死去した。ライトの遺体は、メンフィス市内のフォレストヒル墓地に埋葬された。父親は、アーチボルド・ライト。 母親はメアリーエリザベスエルドリッジであった。1868年ライトはキャサリンセムズと結婚した。ライトはキャサリンとの間に子供を8人設けた。ab ザポリティカルグレーブヤードハット abcde us アーミーセンターオブミリタリーヒストリーハットワールドステーツマンハット us デパートメントオブステートルークエドワードライトファインド a グレーブ。 ありがとうございます。